うもビールジェンの上谷です。今回もね、上野くんと話を聞いていきたいと思います。はい、はい。今日のお題はブロリーですか。ブロリーについて、ブロリーの後ろから見てるといいでしょう。そうですね、うん、こんなに三角筋が丸くなるんだなというところは、ね、フィギュアに、見て改めて感じる次第なんですが、それだと多分動画が持たないので、白子みたいな背中になってるもんね。そうですね、脳みそみたいな背中。これはどうやったらこんな起伏というか隆起が出るんでしょうね、うん、ちょっとこの動画ちょっと厳しくないですか。誰かがダメ、まあ、僕らが楽しい、僕らっていうか僕が、俺が楽しいだけの動画になっちゃうね。そうですね、かっこいいよね。はい、はい、なんだっけ、まあ、トレーニングについての話ができたかなと思うんですけど、はい、そうね、そのがいいね。で、トレーニング皆さん時間どれくらいかけてるのみたいなところを今回は、題にできるかなと思います。なるほど。あの1回の時間もそうだし、1セットの時間もあるよね。そうですね、1セットか、はいはい、うんうんうん、っていうところなんですけど、1日で言うと上野くんは1日どれぐらいするの。これも1回ジム行ったら、1回ジム行ったら1時間弱ですね。あ、そう、はい、じゃあドアトゥードアで1時間ぐらいってこと。そうで、ドアトゥードアというかドア入ってドア出るまでで、あ、それで言うともうちょっと長くなるんですけど、うん、しっかりとトレーニングのメインで動いている時間で言うと、うんうん、ちゃんと凝縮すれば本当に45分から50分くらいで、終わってます。あ、そう、はい、結構短いね。そうですね、まあそこも理由があってですね、今私が取り組んでるトレーニングが、うん、うちでも DVD 出してるあの小川さんのハイインテンシティ、うんうんうん、ヘビーデューティーのトレーニングなんですけど、 それもコメント欄に、そうですね、URL 貼っといたいですね、はいはい。で、それなんですけど、それって基本的に1セットオールアウト、うん、ね、で、マイク・メンツァーのハイインテンシティトレーニングね、はい、それをやってて、それだとまあ1セットとは言いながらレストポーズで、2回やったりとか、うん、あとはそのコンパウンドでやったりとかっていうのがあるんですが、うん、なので種目数もそこまで多くはないですし、うん、そうですね、そうですね、まあ、ある程度凝縮はされた形になっているので、そうか、だいたいユニットでいうと、まあ、足の日が1日、うん、で、プッシュのユニットですね、うん、胸、うん、肩、胸、肩3頭、3頭、まあ、押す系、3頭か、はい、ナロベンチとか、そうですね、うん、そのユニットが1日あって、うん、で、あとは背中と2頭、うん、まあ、引く系のプル系ですね、プル系のユニットがあって、うん、まあ、この、まあ、週に3回これがメインのトレーニングになるんですけど、うん、まあ、それぞれを、まあ、大体45分くらいで凝縮したらなってるかなと、まあ、特に足とかは種目でいうと 1,2,3,4,5 種目くらいで、うん、まあ、にはなってるんですけど、足はどうしてもその息が上がるので、うん、インターバルが長いので、ね、この5種目、うん、それぞれまあ1セット、うん、レストポーズありの1セットだったり、うん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 、コンパウンドだったりなんですけど、うんうん、休憩時間が長いので大体45分、50分くらいで、うんうん、収まってるかなというところです。うん、なるほど。そう、どうですかね、その辺、時間で言うと。時間はね、俺いろいろなんだよ。なんかその仕事とか次の予定がある時だったら短かったら1時間ぐらい。あ、でも長かったら、うん、まああんまりないけど、まあでも大体ね1時間半から2時間ぐらいかな、うん、俺いるので。長い時はね、土日とか休みの日とか来たら6時間ぐらいいる時ある。すごい、うん、なんかもう半分仕事みたいなもんだけどね。ああ、なるほど。そうなんですね。なんか会員さんの、自分とこのジムだから会員さんの様子見たりとかスタッフの様子見てたりとか、まあ、たまになんかベンチやってるインターバルでスタッフからなんか、あ、ちょっといいですかとか相談したりとかするから、うん、だからそれでプレートを下ろしてから行くべきか、プレートそのままで行っていいのかお前みたいな。そうですね。だからそういうのはあるけど、そういうのもあったりしたら6時間とかな。だから実際やってる時間で言うと6時間じゃないよね、うん、滞在時間6時間だけど、やってる時間で言うとまあまあせいぜい1時間ちょっとじゃないですか。あ、でもそこそこ僕ボリュームするので、うん、ちゃんとやるときとかだったら大体1種目10セットぐらいやるんですよ。あ、すごい。なので例えば胸の日とかだったら3種目ぐらいで10セットやって30セットとかで、プラスちょっと肩とか
腕とかちっちゃい筋肉ちょこっとやって、それがまあ大体5セットずつぐらいやってみたいな感じで、なんか40セットとかぐらいするから、そうか、ちゃんとちゃんとやるときはね、それくらいのボリュームになると、まあ、おのずと長くなる、うん、だから多分ね、だから結構ね、あんまり喋ったりせずにやってても1時間ちょっとぐらいはかかると思うんですよね。で僕はインターバルほとんどないんで、あ、はい、なんか、まあ、呼吸整うかどうかっていうのは、まあ一般的に呼吸が整ったっていう時間よりも早くもう次やっちゃうんで、だから本当にこう普通大体呼吸整ったって言ったらハーハー言うのが収まって一息ついてちょっとしたらやるじゃないですか、はい、だけど本当にハーハー言ったのが落ち着き切った時ぐらいにもう2セット目始めるから、あ、なるほど、だからどうだろう、まあ1分はないね、30秒とか40秒、うん、45秒とかそれぐらいだと思うんですよね。そうですね、なんかその辺も時間っていうのも集中がやっぱり一つ一つのセットだったりでできるっていうのが結構鍵にはなってくると思うんですね、うんうん、やっぱりこう集中力が長くて90分持つみたいな話、あ、なかなか難しいね。そうですよね、やっぱ外的要因あるしね、そうですね、他の人がいたりしたら、まあ、ホームトレーニングとかは別だけど他の人がいて、例えば使いたいマシンが使えなかったりとか、あるいはまあちょっとこう声かけられたとか、うん、なんかね、集中できない、他の人やってるのちょっと見ちゃって、意識ちょっと別のとこ行っちゃうとかね、うん、あるから。まあそこも考え方次第で、90分バチッと集中できたら、それはそれでいいと思うんですけど、うん、1セット1セットでちゃんとスイッチが切り替えられるような人であれば、うん、まあ、それもトレーニングの質はこう下げない、うん、ことにはなるのかなと。ちゃんとその、うん、ある程度インターバルが長くて他のことをしてたとしても、うん、そこでよし始めるぞで一気に集中入れれるような人っていうのは強いかもしれないです、うん、結構トップの選手とかはそういう人多いですよね。そうですね、結構その時間あってもそのセットに入るときはやっぱり見てるとなんかなんとなくやってないよね、うん、みんなかなり集中してやってますよね。そうですね、その辺はあると思います、うん、だからその集中力っていうところもそのトレーニング時間を区切る一つの考え方かとは思います。ああ、うん、時間に奥行きできちゃうもんね、うん、集中してやって30分とダラダラやって3時間だったら集中して30分の方が逆に効いてたりしますよね。そうですね、うん、それはあり、十分言えるかなと思います。あと私自身結構30分とかあってしかなくてもジムに行っちゃうタイプです。偉い、はい、偉いね。でそういう時30分なら30分でできることと思うんですけど、うん、結構最近だとトレーニングにもいろいろな、うん、その方法というか、うん、このテクニックみたいなのがかなりその情報として入ってきやすい時代じゃないですか、うん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 、だから時間が限られてる時にだけそういうちょっと奥の手的に、なるほど、普段やらないけど、はい、そういう時はそういう時短トレーニングのメニューをやると。そうですね、基本ヘビーデューティーだったりストレートセットでやることが多いんですけど、うん、そういうもう時間がない時だけもうジャイアントセットをちょっとやってみたりとかなるほど、ね、はい、もうその時はもう1セットでハイレップで100レップやったりとかそういうことを試すようにしてます、うん、そう、なるほどね。なのでそういうことをたまにするとめちゃめちゃ効くんですよね。確かにね、そういいジャイアントセットなんかたまにやったら強烈に入るよね。そうなんですよ、なんで時間100レップもそうだけどね。そうなので時間がある時はもう割とシンプルなセットで重量を伸ばしていくような、なるほどね、ことを目指していくのが本当はいいのかなと、うん、でそういうテクニックは何かしらの制限がある時に使ってあげた方が結構効果は出るのかなっていうところでちょっと考えてますね。そうか、まあ、そういうのはあるよね、うん、まあ、でどれがいいか分かんないからね。まあそうですね、時間にしても何にしてもそうだけど、なんかどれがベストかっていうのは本当その人十人十色だから、その人がいいかなって思うやつがいいから、うん、まあいいかなと思うっていうか、いい体感としていいかどうか、はいはい、ね、うん、そこも非常にこうもう鋭いとこついてるんですけど、うん、自分が好きなトレーニングと効果的なトレーニングが違うわけですよ間違いない。 そこもある、ね、あるよね、はい、あるね。だからこれを気に入ってやってるけど、それはなんで気に入ってるのか、うん、本当にこう刺激がビシバシ入って疲労を貯めれるからそれがいいのか、うん、こうやりやすいからやってるのかみたいなのもあるので、うん、その辺で言うとちょっとその
割と自分自身のトレーニングを俯瞰で見る必要があると思います、うんうん、なるほどね、まあ、なので誰か第三者の方から意見をもらうのも一つですし、うん、ね、まあ、その辺ちょっと自分自身で切り離して考えた方がいいのかなというのは思います、うん、難しいよね、うん、なんかその僕はベンチ好きなんだけど、はい、ベンチ好きだけどベンチ全然重量上がんないのね、うん、だけどじゃあ重量上げたいのかっていうと、なんかまあまあ今一応100キロ上がるようになったけど、でもなんかそのなんていうのかな、体裁上100キロぐらい上げてないとカッコつかないよねっていうので一応100キロ目指してたけど、そんなこと言えばもっと遠の昔に100キロ上げれてたはずなんですよ、キャリア的には。だってそのもう6年ぐらい経ってやっと上げれてたから、その短い人だったら半年ぐらいで上げちゃうでしょ、めちゃくちゃ頑張ってる人だったら。そうですね、まあもともと素地があるっていうのはあると思うんだけど、だけど上げれなかった理由っていうのは、あの上げなきゃ体裁悪いよねと思いつつも、そんなに上げることに対しての意味意義意図がなかったから、はいはい、っていうのが実際だと思うんですよね。だからそう考えると、なんだろう、そのパワーリフターみたいな、展開だったら、もっと早くやっただろうし、そこだけ目指せばそういうトレーニングの仕方になったと思うんですよね、うん、それがなんだろうな、やりたいこととやるべきことと何が効果的なことのこの狭間なのかなって思ったりしますね。そうですね、まあ、そこもやっぱり難しいところで、本当にトレーニング自体もその、まあ、体をなるべく最短で作っていきたいっていう風になると、うん、やっぱり効率も考えなきゃいけないし、うんうんうん、でそれに対して自分がそのトレーニング避ける時間も考慮しなきゃいけないし、うん、っていうといろんな考慮がある中で、うん、考えることはすごくたくさんあるとは思います、うんうん、なのでその辺でこういかに自分にいい反応をもたらせるところに、まあ、落とし込めるかどうかっていうのが、うんうん、一つそこに早く落とし込めたら強いかなというのはありますね。でまず一番大事なのは得たい結果が何なのかっていうのを知るってことが、これ一番大事ね。そうですね、まあ、ね、ボディビルだったら当然体筋肥大、うん、まあ、あるいはその足りない部位を筋肥大、あるいは全体的にバルクアップ、まあいろいろあると思うんですけど、まあ、フィジークもしっかりそうだと思うんですけど、だけどパワーだったら重量を上げることが目的だからね。そうですね、うん、パワーとかベンチだったらね、うん、そこの辺はこう、まあ、ベンチプレス上げたいのか体でかくしたいのかでいうと、うん、ちょっと切り離して考えるのが、まあ、賢明なのかなというのが一つありますよね、うんうん、僕の場合そのベンチに関しては体を良くしたいっていうのがあったから、でベンチなぜ好きかっていうと一番効きを感じやすいんですよ。あ、はい、ベンチでまあ結構、ちょっと僕ねワイドめに持つようにするんですよ。でそれでストレッチめちゃくちゃ効かすんですね、いつも、うん、でしっかりストレッチ効かせてやるから、もうベンチは本当に3セットやったら毎回胸筋肉痛になるんですよ。なるほど。だからそれだけ筋肉痛がしっかり出て効いた感があるから結果的に好きなんですよね、うん、でそんな重量を目指してやらなくても毎回それぐらい出てるし、だから多分、まあ、効かせ方が上手なのかどうかは分かんないけど、なんかそのやり方が体に入りやすいんだと思うんですよね、うん、だからそれでその得たい結果が得れてるし胸の発達も感じてるから、だから多分そこで重量を上げようって思わないんだと思う、ね、まあベンチプレスも言ってしまえば割とその昔からあるトレーニングなので、うん、それが未だに生き残ってるっていうことはやっぱり理由があるとは思うんです、うん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 、やっぱりその効きがいい人が多いトレーニングであるというのは、うん、反応がいい人が多分多いタイプのトレーニングであるというのは間違いはないと思います、うんうん、まあそこは多分基礎にはなるとは思うんですけど、うんうん、まあその辺をこう基礎を固めていくのが自分にとって近道なのか、うん、ちょっとその体系的にその少し基礎に手を加えた方が、うん、自分の目標にとって近道なのかっていうところは、うんうん、そこもちょっとこう、まあ、考える、ね、そうですね、うん、時間があってもいいかなとは思います、ね、でまあそうですね、ちょっとそのトレーニングの時間のところで言うと、うん、ちょっと話がずれつつあるんですけど、うんうん、最後これはどういうふうにまとめましょうかね。じゃあブロリーの話に戻そうか。ブロリー、そうですね、三角筋でかすぎですよね。胸よりでかいですよ。でっかいよな三角筋。そうです、ね、この方もうメロン型どころか、なんだろう、バルーン型だね、バルーン型。そうですね、丸い。どうしたでも本当にこれ上から見たらメロンパンみたいな型だね。ほらメロンパン。
え、そういうことじゃない。そういうこと。まあ、トレーニングの、トレーニングの時間の話です。トレーニングの時間ですけど、まあ、一旦まとめるとするならば、まず自分ができるところの範囲で、いろいろ試してみる。でその中でこう、まあ、落とし込みやすいところを模索する時間を、作ってみてはいかがかなと思います、うんね、今2時間かけてるトレーニング2時間かけてる人がそれを1時間でやってみたらどうなんだろうっていうところを試すのも意義はゼロではないと思うので、その辺も含めていろいろその試し試しやってみた方がいいかなと思います、で試す時のその、まあ、陥りやすい問題として、いろんな条件を一気に変えちゃうのが、あまりやっぱり良くないかなというのは、その一つの、何かを試すなら変えるのは一つだけ、よく AB テストとか言いますよね、テストは基本ですよね、なんかそれ以外の条件は揃えた上でそこだけいじってみるっていうところ、である程度その期間を切ってやってみる、1回やったところで多分あまりそのそうなんだよね、あんま変わらないとは思うので、そのある程度これからこれくらいの期間までちょっとそれを試す期間っていうふうにあらかじめ決めてテストしてあげるっていうのが、いいのではないかな。これはまあ筋トレに関わらずだと思うんですけど、まあそうですね、まあ、そういったところでちょっとこう参考にしていただけるところがちょっとでもあればかなという動画でした、大丈夫でしょうか。大丈夫だと思います、まあ、ブロリーでかいなっていうことで、そうですね、まあ、結果そこですねということで、大丈夫です大丈夫です、ということで、まあ、動画の方ね、よろしければグッドボタンぜひよろしくお願いします。あとチャンネル登録もお願いできればと思います。まあね、チャンネル登録者数も7000人を超えてですね、本当に皆さんのおかげで、ご好評いただいております。またね、1万人に向けて頑張っていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。ブワーッ、ね、はい、こんな感じでね、うわーっ、カカロットー、まあ、そんな茶番はさておき、終わりたいと思います、ということで、また皆さんお会いしましょう。さよなら、カカロットー。